沢木隆の百回図鑑より、山彦、鳥山石縁、ガト百鬼夜行より、遊国橋、水木茂ロードに設置されている、山彦の象山彦は、日本の山の神と言われているまた、山や谷の斜面に向かって音を発したとき、それが反響して遅れて帰ってくる現象を、山彦が答えた声、あるいは山彦が引き起こした現象と考え、山彦と呼ぶ。また、 樹木の例、小玉が答えた声と考え、小玉とも呼ぶ。鳥取県鳥取市では、山中に住む呼ぶ子、または呼ぶ子鳥というものが、山彦の声を発すると考えられていた。高知県幡群京城村楠の木山では、昼夜問わず、宮まで突然恐ろしい声が聞こえる怪異を、山彦という。西日本に伝わる妖怪の山あろうや、和館三歳杖にある妖怪のと、 同一視されることもあり、木の霊が山彦を起こすと考えられたことから、木の中に住んでいるという妖怪の方向とも同一視された。百海図鑑、ガト百鬼夜行などの妖怪画集にある犬のような姿の山彦は、または方向をモデルにしたものと考えられている。前述の鳥取の呼ぶ小鳥は鳥の姿と言われるほか、長野県北あず郡の小岩だけでは人の言葉を返す。 山彦岩という岩があるなど、妖怪としての山彦の起源や種類は一様ではない。ありがとうございます。